はい、えー、家賃支援給付金のことをもううちょっととり込んでみようかと思います、まあ、家賃支援給付金っていうのは何かというと5月の緊急事態宣言の延長等により売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするためのものだというふうに言われていますですのでまあよくわかんないけども5月の緊急事態宣言で迷惑を被ったよって感じればですねこれ申請することができるんですよ。 もうちょっと細かく見てみましょう支給対象は3つになっておりますちょっと下下がりますね、えー、支給対象123全てを満たす事業者ってことになってます1番資本金10億円未満の中堅企業中小企業小規模事業者フリーランスを含む個人事業者ということでございますのでまあほとんどの方がね当てはまりますただ潜りでやってる方はダメですよ開業届も出さずにやってる方ってのはちょっと 当たらないことになりますので、えー、遡ってでもね、開業届を出すということが求められます。2つ目、5月から12月の売上高について、1ヶ月で前年月同比50%以上の減少があるという方ですね。例えば、6月の売り上げが去年は10万でした。今年は5万ですって方は OK です。ね、これが、例えばまだ来てない月。 9月に設定するとして、9月は去年30万売れたんだよねと、今,月は今年はですね13万だったんだってことでしたら、それも OK だということなんですよね。だから、まだ来てない月に対しても、こういうふうに規定があるわけですから、まあ、売り上げをね、伝票とかこう先送りしたりとか、うん、前月に巡り込ませたりとかしてね、なんかやる人いるかもしれないですね。まあ、その辺は個人の判断でございます。慎重にされてください。 で3つ目の要件が、あずらの事業のために占有する土地、建物の賃料を支払っている方ということでございます。だから、た貸ししちゃうと、エンドユーザーだけになりますので、中抜き業者さんはちょっとダメなのかなってところですよね。これもなんかうまくやる方法があるかもしれませんけども、えー、趣旨に戻るということで、今回は割愛させていただきます。えー、それでね、給付額がどのくらいになっているかってことをざくっと申し上げます。 えと法人に最大600万、個人事業主に最大300万ということで、でかいです。これ、持続化給付金以上のインパクトです。あの6ヶ月分ということですからね。で、だいたい家賃って、まあ、あの地方でしたらね、5万とか10万とかだと思うんですよ。じゃあ、例えば10万としましょう。これ6ヶ月分なんで、60万という給付が受けられるということになります。で、ちょっと都市部ですとね、家賃が20万とか30万とか50万ってなってきます。 じゃあ50万の、例えば個人事業主3ヶ月分あ、6ヶ月分だとしたら300万ですよね。だからでかいんですよ、これ。だから家賃といえる家賃は全てここに叩き込んで、えー、申請するのがよろしいんではないかなと思います。はい。よくあるお問い合わせということで、一番上。申請に必要な書類を教えてくださいって書いてます。申請に必要な書類は4つです。ただし今後、追加変更の可能性があります。ということで、 追加変更の可能性がない今の時点で出すことをお勧めします。なぜなら一番シンプルで簡単だからです。一番、賃貸借契約書があれば OK。二つ目、支払いを証明する書類、領収書とかがあれば OK。で、三つ目、四つ目なんですけども、えー、本人確認書ですね。あなたの運転免許証、これも簡単でしょ。四つ目、売上減少する、証明する書類です。確定申告書、売上台帳。要するに、去年の確定申告書とかがね、 決算書があれればそれで、OK、です今年の売上台帳はこれも手書きで OK ですから手書きというかね今の時点でのものですから手書きで OK です、はい、これも持続化給付金とね同様ですね非常に簡単ですでどのようなタイミングで給付金を申請できますかということですけども、えー、申請の開始後売上減少月の翌月から来年の1月15日までの間ということなんでもう既に申請されても オッケーですよ567月あ7月の売上減少がまだ証明できないから今月が終わってからですね8月からになりますね、えー、というふうに解釈できますで次給付率3分の1の上乗せ分が、えー、適用され給付額の上限が100万円や50万円になるのは複数店舗を有する事業者だけですかということですね えー、賃料が高額なあ事業者であれば、有する店舗が一つであっても適用されるということなんで、ここはあんまり気にしなくていいのかなということですね。で、次は残念なあお知らせでございます。自己保有の土地建物はダメと。ローン支払い中のそのローンのね、支払い、えー、代行はダメということでございます。だから賃貸に限るということですよね。下の方をずーっと行きましょう。5番。個人事業主の自宅兼事務所の 賃料は対象でしょうか対象ですと書いてますね、えー。その他細かい要件は、まあ、安分するということになるんでしょうかね。うん。個人事業主の自宅でも OK ってことなんで、だから自宅を所有物であったんだけども、その自宅を事務所にしている場合は、事務所は個人事業主が自宅の所有者から借りてるということになりますので、契約書と家賃の設定、やってますかやっておいてくださいね。 で6番目、借地の賃料は対象ですかということでございます。対象となってますね。まあ、そうですよね。<laughs> 7番目、管理費や教育費も含まれるんでしょうか、うん、まあ、一定の場合には含まれるということですね。だから、家賃、教育費込みみたいな賃料ってありますよね。それは全然 OK です。で、賃料があって、別、教育費いくらいくらっていう契約もあると思うんですけども、こちらの方は、あもしかしたら、 家賃だだけににししててくださいいってことななるかもしれないですね8番目、地方自治体から賃料支援をいただいている場合、こういうのありますよね。土地を借りてるんだけども、補助金とか助成金いただいてるよって方、これ対象です。給付額の算定に際して考慮される場合がありますということなんで、補助を受けている金額は差し引くということなのかもしれません。以上がですね、家賃支援給付金の全体像です。たったこれだけしかペーパーないんで、 簡単ですよね、うん。非常に簡単です、えー。ぜひね、申し込んで、また受給していただきたいと思います。下の方に、あ、申請要項がまだ準備中なんで、まだ申し込みできませんね。というよりも、8月からの申し込みになるってことでしょうね、これはね。えー、5、6、7、最短でも5月に始まって、6、7の3ヶ月で見なければなりませんので、7月が終わるまでは、まだ誰も申請できないってことなんで、 あのー、まあ、領収書を取り寄せたりね、契約書を取り寄せたりとか、一部作成したりみたいな作業が今月できることかもしれません。これも予算がしっかり組まれてますので、ほとんどの方に適用されると思います。えー、それではね、私も申し込んでみようかと思いますので、皆さんと一緒にまた取り組んでいきましょう。ありがとうございました。